はい、皆さんこんにちは、品川です。本日も長崎の斜面地を下っていこうと思います。本日は西山周辺を下っていきます。地図で見るとだいたいこの辺りです。で、今日はですね、すでに標高高めなんですけど、さらに高いこの先にあるコンピラ山という山をさっきまで登っててですね、山の頂上まで行ってきたんですけど、今日はその下山途中動画に収めようと思って来ております。はい、もうね、圧巻の斜面地の風景ですけれども、はい、凄まじい景色ですが、今私は西山1丁目というところにいるようです。ここから今正面に映っている街中、平地の方までね、下っていこうと思っております。多分 GoProカメラの電池持たない気がするんですけど、20分ぐらいですかね、ひたすら下っていきます。多分今標高200m150m とか 200m ぐらいな気がしますけれども、ひたすら下っていきます。この道通るの初めてです。全く初見の初めましての道を下っております。西山、長崎市街地中心部、方角的には北にあるんですけど、西山というふうに呼ばれている西山です。何だったかな、長崎をもともと治めてた長崎神左衛門さんの屋敷の方角から見ると西だったから西山だったんだったか、名前の由来ちょっとど忘れというか、知らないというか、うろ覚えというか、噂話でベースで聞いたぐらいなんで定かではないんですけども、とにかく西山を下っています。西山あたりはですね、非常に日当たりがいい坂でして、南向きですかね、非常にこう明るい華やかな雰囲気ですね。そしてこのあたりはこういうふうに階段がスロープついていて、原付とかね、バイクの方も上がれる感じにこう工夫がなされた階段になっております。さてさて、平地部分まで今日は下ってきます。急降下ですよね。なんなら今日平地部分から登ってきたんですけど、そう、平地部分でお昼ご飯食べて、斜面地登って、そして山も登って、今下りです。さてさて、いいですね西山。斜面地で畑やりたいです。斜面地に暮らして畑やるのがなんか正解な暮らし方な気がとてもしてですね、私移住して今2年半経つんですけど、己も今斜面地に住んでおりまして、毎日階段300段、標高 100m のところに住んでるので、めっちゃ上り下りするんですけど、そのおかげか体重が 20kg 以上落ちまして、太もも足はね、かなり、人生の中でも仕上がってる感じなんですけど、ただね、上半身がね、非常に細くなってしまいまして、そうそうそう、足はね、めちゃくちゃ鍛えられたんですけど、上半身が細くなっちゃったんで、こう畑仕事とかやって、こう上半身を鍛えるっていうのをやったら斜面地暮らしが完璧になるんじゃないかっていう目論みです。そう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 、なんかとてもいいなと思って、で、まあ斜面地にもよるんですけど、僕が住んでるところくらいだと街中に下るまで本当20分ぐらいで歩いたらつーって街の中心部に下れてですね、非常に便利、ちょっとくねっていこうかな、非常に便利なんですけど、その階段降りるって言ってもちょっとした通勤時間が運動に変わるような感じで、歩いてる間はね、音楽聴いたりポッドキャストで耳学習したりして、そう、通勤時間が運動時間かつ勉強時間になって、ジムとかに行くお金かけずに健康になれるっていう、それの上斜面地で畑なんてやってしまったらですね、筋トレプラス何ですか、食料生産もできるっていうことで、めちゃくちゃ合理的だなって思っているんですけど、そう、いい感じの斜面に住んで、いい感じに畑をやりたい今日この頃です。
そうなんです。それがめちゃくちゃね合理的だと思うんですけど、いかがでしょうか。斜面地大好きなんですよ。まずね開放感がすごいですからね。視界が上にも下にも開けて、今はちょっと秋の虫が鳴いてますけども、鳥も鳴いてますけども、自然感じられるし、とにかく斜面地が好きなんですが、そんな斜面地を滑り台のように下っていくのも好きで、こんな感じのお散歩動画を撮っております。いやいやいや、正面平地部分まであとどんぐらいでしょう。これ昼間も景色めちゃくちゃいいですけど、夜は正面のあの斜面の山に連なる家々の風景がそのまま夜景になりますからね。夜もめちゃくちゃ綺麗なんです。さてさて、まだ私立山一丁目を下っております。立山一丁目でございます。立山一丁目よ、そろそろ一旦道路に出そうな気配がしております。そう、立山一丁目じゃないや、西山一丁目だ。立山はお隣の山ですね。お、どっちに行こう。こっちの先は行き止まりなので若干戻って、よっ、よいしょ、くねくねね行きます。お、道路に出ました。西山一丁目、一旦道路にぶつかりますね。いいよ、この辺りまでは道路が通ってるので全然車で来れるみたいですね。いいよ、下はスロットになってるので原付も来れます。いい、さてさて、あ、これは何ですかね。祠みたいなものが出てきました。なんだろう、祠みたいなものが出てきました。観覧様、ちょっと詳しくわからないんですけれども、こういうものも斜面地の中腹にあったりいたします。いいよ、いいよっこいしょ。いやー、今日の斜面地はいいですよ、長くてあの時の気持ちと似てます。プールとかに入った時にあのウォータースライダー乗ると、あの地元のプールとかだとウォータースライダー短くてすぐ終わっちゃって、ちょっとこう、あ、もう終わっちゃったってなるんですけど、たまにあのどでかいプールとかに行って長いウォータースライダーに乗るとずっとこうスライダーというか下れて楽しいみたいな、その時と似たような感情が今ね湧き起こってます。さてさてさて、まだカメラ GoPro じゃなの電池は大丈夫そうですね。ちょっとまだ西山一丁目です。意外と広いぞ西山一丁目。さて道路に出てきました。どっちに行くか、一旦こう道路を歩いて進んでいきます。この辺りは土地勘があるようでないエリアに突入しております。さて、まだこの辺りでも標高 100m ぐらいあるはずですね。よ、わあ、この階段すごい。この階段下って行き止まりだったらめちゃくちゃやだな。この階段下って行き止まりだったらめちゃめちゃやだな行こうか迷うけど行ってみましょう。この階段降りて行き止まりで戻るようだったら結構へこむな行ってみましょう。階段続いてることを祈りつつ、かなり勾配がきつめの階段でございますが、いやー、続いてるかな、頼む、あー、ダメだ、行き止まりだった、行き止まりでした。たまにあるんですよね、斜面地下で失敗するっていう、この行き止まりだった時の悲しみが。ただし毎日階段100段じゃないや300段登ってますからね、足腰は鍛えられているので、このぐらいのリカバリーはめげずに戻ってきました。
今9月の中旬下旬ぐらいなんですけど、風が気持ちいいですね。ちなみに長崎は斜面地の上の方、そして斜面地区だった下の方、街中とで気温が多分ね 1,2 度違いますね。そう、気温差があります。標高差、高低差が気温に出ますね。まだ西山一丁目におります。ここ降りようかな。ここなら下れそうです。おお、すげえ。これ多分サムネ候補だと思うんですけど、この斜面地、あの中腹ぐらいにある道路、あれも山の上の道路ですからね、平地の道路じゃないですからね。あ、すげえな。この辺りいい山ですね。いい感じの雰囲気です。さて、ここは本当に初見の道ですね。初めましての斜面地なんですが、結構勾配がきつめの階段になっております。よ、いやー、すげー、いやー、すごいわ。すごいしか言ってないんですけど。よっ、横丁、斜面地あるある、階段に白線が引いてある。これは地域の自治会の方とかが引いたりするっていう風な話を聞いておりますが、多分地域ごとにいろいろねパターンというかルールはあるんでしょうけど、地域の方が塗られているそうです。これがあるおかげで暗い夜道も暗い夜も転ばずに階段を上ってお家まで帰れます。いや、はい、ということでだいぶ階段を下ってきましたが、まだ全然平地にはまだ全然平地に到達しておりません。まだこの高さです。よっ、 GoPro ちゃんの電池のそろそろあと5分ぐらいで電池切れというか熱暴走って言って、ずっと撮ってると GoPro が熱を持って一旦休憩しないといけない時間帯に入りそうな気がしておりますが、まだまだ西山一丁目下っていきます。いいよ。いやー、すごいですね。西山は何丁目まであるんでしょうか。いいよ、道路に出てきましたね。正面の道路、山の中腹に、山のおでこの部分にぐるりと巻きつくように通っていることから、通称ハチマキ道路というふうにこの山の中腹にある道路は呼ばれていたりするそうです。ハチマキ道路、この西山だったり周辺立山あたりはこのハチマキ道路がぐるっと回っていて、かつバスも通っているために結構ね暮らしやすい、生活には便利な斜面地なのではないかと思っております。この道路があるかないかでだいぶ生活のしやすさが変わると思うんですけど、よっ、あ、西山本町に来ました。またありますね、祠みたいな。そうだ、西山本町と行ってきます。おお、すごい。これもサムネイル候補な気がしますが、左手には川のような水のせせらぎが、川なのか用水路なのか。ああ、この辺りもいいですね。いい感じの雰囲気です。この間台風が直撃したんですけど、台風の時とかはこの水路多分すごかったような気がします。どでかい石がありますね。昔からありそうな。さて、どっち行くだろう。
こっち行こう。いいよ。ゴミ収集用のソリ。いいよ。ちょっと迷い込むように下っていきましょう。すごい。ビニールハウスがありますね。すげえ。本格的ですね。いやー、まあ、斜面地で畑やりたい。斜面地で畑やりたいな。斜面地に引っ越したい、斜面地に畑やりたいと言い続けてるんですけど、ちゃんと実現できるように頑張らないとです。いや、今日の斜面地下り動画は長めですね。今15分ちょっと下ってますが、一向に平地に躍り出る気配はなく、斜面をさまよい歩いております。よっ。これは無論右ですね。よっよっよっ。本当に日当たりですね。西山本町、西山本町にいます。よっ。この辺りにお住まいの皆さんはどうやってここまで戻ってきてるのだろう。バスか車か。よっよっこいしょ。今日はこんぴら山300何十メーター、あ、どっち行こうかな、こっち行こう。300何十メーターを登って、そしてまた標高0メーターまで下って、多分家に帰るときまた山を100メーター登るので、今夜はぐっすり寝るそうです。いや、ぐっすり寝れますね。あー、なんかちょっと完全に迷い込んでしまいました。脇道の細道のなんか街の中心部から外れた方に下っている気がしますが、まあ、たまにはこういう斜面地下りもいいでしょうということで下っていきます。よっ。よ、この辺りは本当に初ですね。綺麗な花が咲いております。斜面地のはね、こういう風に花がね咲いたり、秋はこれからの季節、金木犀の香りがふわっとね斜面地階段に香ってきたりして、めちゃくちゃねいいんですよ。あとこういうなんか木漏れ日の感じとかね、日陰木漏れ日の感じとか、草花が風にそよぐ音とか、こう五感がね非常に刺激されますね。ああ、ここ下ろうかな、ここ下って行き止まりだったらやだな、ここ下って行き止まりだったら悲しいな、ちょっと安全な道を。よ、いや、だいぶ街の中心部から逸れてしまいました。街中に行くはずが、長崎大学の経済学部とかがある方に降りている気がします。ちょうだい見えるかな、長崎大学経済学部、長崎大学通称ちょうだい、そっちの方に出る気がします。まだ西山本町ですね。大体今日は30分ぐらい斜面地を下っているような、まだ20分なんですけど、だいぶ下りましたね。斜面地下り動画の中で一番実はこれ最長を下っている、いや、3境内だな、3境内の動画が一番最長だったんですけど、今回も非常に長く下ってますね。よっ、平地っぽいところに出てきました。このまま平地にたどり着くのか。あ、西山本町出た。西山2丁目に出ました。本町を、西山本町を突破して、西山2丁目を平地らしきところに出てまいりました。いやー、
久しぶりの平地です。だいぶ足がくたびれて眠たくなってきましたが、秋の長崎の暖かい日差しに包まれながら眠たくなってきましたが、いやー下ってきました。ちょっと最後大通り見て終わりにしましょう。いや、一方通行ということで徒歩ですけど左に曲がります。長崎ね、一方通行トラップが結構多くてですね、注意しないと、あ、こいつやったっつってこう通れなくなることがね、多分よくあるんだと思います。悲しみのペーパードライバーで車が運転できない品川はこうどのぐらいまでそれをちゃんと理解できているのかわからないんですけれども、その悲しみを。さて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 、下ってまいりました。大通り、いやー、300メーターぐらいから無事下ってきました。よっ、こっちに行くと何があるんだろうな。ダムがありますね、多分。そしてこっちに行くと街中戻ります。たこ焼きがありますね、気になる。美味しそう、お腹も空きました。ちょっと気になりますね。ということで、あ、これあれだな、今バス停の名前見て気づいたんですけど、はい、経済学部前ということで、はい、長崎大学経済学部のキャンパスの前、気づいたら到着しておりました。よいしょ。ということで経済学部も無事発見できたので、この辺りで今日おしまいにしようと思います。本日は斜面地下り動画、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。で、何か感想やコメントがある方は下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とグッドボタン、押していただけると非常にお呼びになります。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。